キュレーションイコールまとめ、番組独自の視点で沖縄に関わる様々なプロジェクトを紹介し、そのプロセスや携わる人々の思い、成長などにフォーカス。ネット自動検索にはない番組ならではの価値判断で沖縄の面白さをまとめていく番組、プロジェクトキュレーション 098TV。 さて、このスタジオなんですけど、今日なんかまたいろいろ変わってると思いません？まずあれが目についたね。これ前ありましたよ。あった、うん、でこれ、そうなんです。これ変わった、はい、前はなかったんですか？前はあれがなくて、で実はあのほらピンクの猫ちゃんみたいなテキスタイルがあるじゃないですか、はい、あれが実は今日のあのトピックの主役なんですけれども、実はコザにアトロンというアートのユニットがあるんですけど、うん、聞いたことありますか？僕はね、なんとなく聞いたことある。あ、そうなんですか、うん、でも絵は絶対見たことあるんですよ。音市場とかあるじゃないですか、はい、音市場とかに大きい絵が飾られてるんですけど、うん、それがアトロンさんの絵なんですよ。でアトロンさんは面白いなんかアプリも開発していて、それをちょっと今日今使ってもらおうかなと思ってるんですけど、コザッピドゥっていう彼らが描いているイラストのアニメーションでコザの街を紹介していくっていうアプリなんですよ。でコザの街のイラストなんですけど、本当になんて言うんだろう、実際の風景に忠実に再現されているイラスト、でそこにタッコアイとムッコアイっていう非現実的ななんか2人キャラクターがいて、うん、その人たちがその本当のコザの街で非現実的なドラマをこう展開していくっていうアプリです、うんうん、で実際このほら天ぷら屋さんが出てきたじゃないですか、うん、その天ぷら屋さんがアプリであの紹介されてるんですよ。実際の地図が出てきてここに行けるようになるんですよ。すごい面白いですね。そうそうそう、だからなんていうの、コザに行ってみようっていう、実際にそういうなんか面白ストーリーを見て、うん、そこに行ってみて、この大きいサーターアンダギー大きいねっていうストーリーがあって、実際に行ってみてマジにでかいみたいな、うん、楽しみ方というか。コザっていうとどちらかというと僕らのイメージはなんかエイサーの街とか言ってるんですか？あ、そうですね、ロックの街とか、うん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 、それと全く違う次元なんだ。そうですね、全く違うんですけど、そこをまあ新しい形で見せようとしている人たちです。だからまさにそのロックの街とかエイサー あの大きな大会があるとか、そういうものをそのままこう映像とかではなくて、ちょっとひと手間加えてひと工夫してアーティスティックに面白く見せようとしている方々です。それができるアプリになっている。そういう提案をしているそのアトロンさんっていうのはそもそも絵描きなのか、はい、それとも何、普通のデザイナーっていうデザイナーなのかっていうのを今日紹介していこうと思います。今回私エイウィッチは沖縄市上田小学校の新校舎で行われている壁画プロジェクトに訪れた。新校舎の建設に伴い廊下の壁一面に大きなイラストを描いていくプロジェクトである。このプロジェクトを行っているのはコザで活動するアートユニットアトロンの友寄司さんと江ノ美恵子さん。昔こう NHK の番組で言えばアニメーション作家の登竜門的な番組があったんですよ。言えばコンペみたいなのがあって、でそれに応募したのがきっかけなんですけど、それであのその賞、その週の賞をいただいて、でそれでちょっとあのアニメーションを作ったり映像のお仕事とかっていう依頼が増えてきたり、で私たちも作品も結構作るようになってきました。そのまあ、今みんなスマホとかも持ってる時代なんで、スマートフォンでアニメーションを見ながらその、まあ、地域おこしというかそういうのができないかなというのがきっかけで、その沖縄、まあ、さらにディープなコザっていうのをアニメーションで表現しながらそのアピールしていくというか、コザを
でそれをまあ非現実的なあのキャラクターたちが歩くことのその違和感とか、うん、それも楽しくて、うんうんうん、はい、実際そういうのもあの見てる人からなんかあれ面白いよね、なんかリアルなのかリアルじゃないのかっていうのが面白いっていうのを聞いたりとか。アトロンは現在沖縄市の地域ブランディング活動としてコザでしか買えないオリジナルのトランクや商品などの開発に力を入れている。アトロンさんのやつもあの今回、実はあのお土産品の開発というような形のもので、はい、こう僕らは注して行ったんですね、うんうんうん、はい、ゴーヤーのマークだとかあのエーサーのマークだとか、うんうん、それだと分かりやすいんですけど、それは従来から多分あるんですね、うん、今までもかりゆしのシャツとかもあったので、ここは逆に新しいものを作り出せるあのチャンスかもしれないというようなことで、あの今回その、申請の中でも書いてあって、でそれをあの採用したような形にはなりますね。へ、はい、このコザスター、まあ、僕らでいう沖縄市のトップブランドになるものですから、そのコザスターを目指してほしいっていうところでの可能性にやっぱ欠けた分あります、うんうん、町おこしとか地域を盛り上げるための活動っていうよりも、あの私たちがやってる活動で地域がコザが盛り上がっていったらいいなっていうのが活動当初からありまして、だからこうコザでねアトリエも構えてるっていうのもあるんですけど、うんうん、今までのお土産ってあの、まあ、よくある話かもしれないんですけど、シーズ型というか、うん、沖縄にあるものを、うん、ゴーヤーシーサーみたいな感じでもう押し付けるみたいな、はい、これは沖縄だぞみたいな感じのが多かったんですけれども、アトロンさんにちょっとお話を聞くと、うん、そういうものがやりたかったんではないんだよねっていうことで、マリメッコっていう、はい、聞いたことありますか？あります。お花みたいな感じですよね。そう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 、それはあのフィンランドのテキスタイルのブランドなんですけど、うん、お花でとってもなんて言うんだろう、今ちょっと有名というか流行っているテキスタイルのデザインなんですけど、それはそのもうそもそもお花が大きくバンバンバンってあるだけなんですよ。それ自体でフィンランドを思わせるものではなくて、それが有名になって、これといえばフィンランドっていう反対の発想っていうか、これに対してのニーズがあったから、それが売れて、そこからあこれフィンランド作られてるんだ、フィンランドのブランドなんだっていうことでフィンランドに注目が集まった。なるほどね。っていうやり方なんです、うん、これがその彼らがデザインした。そうなんです。そうなんです。でよくよく見てみると沖縄がどこかに隠れているっていう感じではあるんですけど、うん、例えば県下のデイゴだったりっていう沖縄ならではのトロピカルなお花が集まっている、うん、これは本当に私欲しいなってずっと言ってたんですけど、このトランク可愛くないですか？可愛いです、可愛いです。可愛いですよね。はい、これちょっとこれ合うかどうか見てみてですか？立ってみてください、これ。ビオ魂で。ビオ魂で。よ。あ、似合う似合う似合う。可愛い。じゃあ今度ビオで。スタイリングで。あ、いいですか？単価的にどうなの？まだ単価が決まってない状態。じゃあまだ商品化されてないわけだ。うん、そうなんです。あの開発に沖縄市が携わっていて、うんうん、で開発されました、うん、これからマーケティングです。まず1個商品化をしていくにあたって行政からのねその担当との思いが合致して、うんうん、プロジェクトとして動いた。でこれからだよね。そうですね、まだ出口が見えないじゃないですか、うん、だから実際それは本当にスタートラインに立ったということで、うん、これからま、その行政の沖縄のこの支援のあり方っていうのも、うん、本当に今問われてる時期なのかなっては思うんですけど、うん、それがやっぱり本当にもともとこういうものがやりたい、こういうことをまあ支援あってもなしでもやっていくんだっていう強い思いを持った人たちに対しての支援があれば、その発展というか、そこを支援が終わったから終わりではなくて、そこをスタートラインとして捉える人たちがどんどんそういうふうに飛躍していっていただければいいなって思います。公の税金っていうのは、うんうん、基本その商品化まではお手伝いできたとしても、これを売っていくっていうのはこれ無理な話なんだな。そうですね、流通にやっぱり組みしていかないの で、うんうん、でそこの出口を常にイメージした中での仮説をどう作っていくかっていうことが大事だと思うし。そうなんですよ。だからやっぱりそのまあ、支援金を目当てだけのプロジェクトで立ち上げてたとしたら、そう、そこで終わっちゃうんですよ。予算消化型のさ、そう
でとりあえず思い出を作りましたみたいな話になっちゃうんだよ。でもこういうのって本当はね、まちづくりってね言うだけあって未来を作るためにやんなきゃいけないんだよ。そうでしょ。それってじゃあ問題じゃないですか。うんうん、なのにその一担当者の思いとか、うん、あるいはその作りたかったものとまあいいんじゃねっていう妥協の中から生まれてくるものっていうのは結局作って終わりなんだよね、うんうん、でそれが広がったものってそう多くないんだわ。そうなんだ。だからこっからが多分あの勝負どころなんじゃないかなと思う、うん。実際にもうまく進んではいたんですけど、実際にこうまた後期に入ってからこれ本当に必要なのかとか税金の無駄遣いじゃないかとかそういったのもあったんですけど、でもそういうのはもう建築家の方が僕に任せてくる、俺が説得するから、絶対こういうのは小学校とか子どもたちに必要なものっていうのをしっかり伝えていくよってことで、でそれで設計士の建築家の方がいろいろとあの説得というか説明をして、で納得をして、で実際にこう絵が完成するとやはりこうイメージしてたのと実物を見るのとやっぱり違うくって、あこれはいいねっていうので、子どもたちの反応もすごく良くて、前例がなかったらしいので、それで なかなか OK が出にくかったんですけど、でもこの第一弾というか前例というか本当に一歩踏み出せたのかなっていうので、そういうの関われてすごくあの光栄だなと思いました。結構子どもたちに聞いたら、こう落ち込んだ時でもこの壁の絵を見ると元気になりますとかって言ってくれたんで、あよかったと思って、本当にクリエイターのとして のなんていうんですかね、すごくいい仕事させてもらったなみたいなのはすごく感じました。まちづくりの中でのブランディングなん で、うんうんうん、でその地域の方々が暮らすことによって、うんうん、より幸福感を持ってもらうっていうこともあると思うんだな。そうですね。だからその両方の側面を同じアートという切り口でチャレンジしてるわけでしょ、うん、こういう商品化をするっていうチャレンジと、うんうん、あとそれを学校現場に持ち込んで、うん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 、でそこで子どもたちの癒し励み、うん、あるいは感性をこう引き立てていくような機会を創出してるわけでしょ。そうですね。この行政的な目線で言うと、うんうん、学校を作りますってこれあの文部科学省の延長線なんですよ。だから教育庁の役所の中では所轄なんですよ、うんうんうん、でも片やこのデザインを最初に取り組んだのは商工のラインでしょ。へー。だから予算の付け方が全く違うんですよ、うん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 、この学校教育現場どうするっていうものと、ここはあの商業どう盛り上げていこうかっていうのと担当者も別なのね。この両方の縦割りの行政の横軸にこのアートを打ち込んでったのがね、案外新鮮。そういうことか。だからやっぱりちょっと最初は大変っていうお話をしてたんですよ、うん、ここの価値観をここに持ってくることって難しいし、うん、でもそもそもがそのお金の出所も担当者も違うからなかなかねこうマッチングすることってないんだよ。うーん、そこはものすごい努力があったんじゃないかなって気するね、うんうんうん、日本を代表するキャラクターって何イメージする？ドラえもん。ドラえもん。フナッシーとかですか？フナッシー。 あそういうのだ、現代版だ。いや何でもいいんだよ、何でもいいんだよ。フナッシーっていう、アンパンマンがあったり、アンパンマン、アンパンマン、ゲゲゲの鬼太郎があったり、ゲゲゲの鬼太郎、あとはクレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんとか、トトロ、ジブリ系ですね。あ、ジブリ、ジブリ系。いろんなのがあると思うんですけれども、それぞれの例えば作家がね、うん、この地域を出身なんで、このキャラクターを使った、例えば街灯を作ってみたり、うんうんうん、ガードレールを作ったり、標識を作ったりっていうところみんな入れ始めてんだよ。だけど前提はほら、キャラが立ってるわけじゃん、もう元々。立ってるものをこううまく PR も兼ねて、この街に落としてるんだけども、うんうんうん、でもこれってこの赤間屋は初めてのチャレンジでしょ。そうですね、はい、そこはなんかこう楽しみでありリスクであり、うん、そうですね、はい、これからのなんて言うんだろう、活躍が楽しみなんですけど、うん、だからやっぱり例えばいろんなデザインでも私はそうだなと思うんですけど、デザインだけ見るとやっぱり好き嫌いがあるし、うん、いいデザインだったり悪いデザインっていうのは実際に
決められないと思っています、うん、なんですけどストーリーだったりそれに隠されたドラマだったり、うん、そこがちゃんと伝われば、うん、さらなる価値をそれに付け加えることができるんじゃないかなと思うので、うん、やっぱりそういう面ではこの機能だけではなくこのデザイン性だけではなくストーリーをいかに伝えるかっていうことに焦点を当てたいなと私は思っていて、うん、まあ、アトロンさんたちがこれに隠されたストーリーをどのような形で人々に発信していくのかっていうのにも、うん、この売れ行きは関わってくるんじゃないでしょうかと思ってますね。確かにこのストーリーもさることながら、うん、あと誰がこれを好んで使ってるのかっていうのが、ね、うん、ものすごくインパクトになってくるんだよね、うんうん、あ、例えば、ね、そういう人の人を使ったマーケティング、有名な女優さんがいつもそれをちらっとこう身につけてるとか、あ、それはもうこれがねすごいんだよ。めっちゃブレイクしそうですね、うん、そしたら美容ガールのマリナちゃんが持ってるとかね、いつも持ってるみたいな、うん、私服紹介みたいな時でそうそうそう、これ出てきたりしたらいいんじゃないでしょうか。まあ今沖縄県内にも自分たちのようにそのイラストを描いたり絵を描いて活動してる人いっぱいいると思うんですけど、自分たちが活動したての頃は少なくて、うんうん、てか同い年で同じようなことやってる人ほとんどいなくて、うんうん、だからもう本当に右も左も分からなくて、うん、もう手探り状態で、うん、やってましたね。そこがなんか変わってきたのっていつ頃ですかね。やっぱりでも思ったより早く仕事は来て、うん、だからはい、いけるじゃんと思ったんだけど、うん、そこからまたちょっと暗黒の時代です。そんなアトロンさんを慕うアシスタントたちからも日頃どう思っているのか聞いてみた。あ、楽しいですね。自分はインターンシップで行ったんですよ。この経験で楽しかったなっていうイメージなので、あ、ここいいな、ここにアトロンさんに来ました。ちょっとアトロンさん募集してるよってことで聞いていて、それで、あ、アトロンさんって確か自分の母校の壁画描いてた方々だなと思って、このポツンとアトロンみたいなジャンルがあるような感じがして、すごい、なんだろう、好きです。爆発力、発想力があって。実際、小田の町がどんな町になってほしいとかいう思いってありますか？なんか昔みたいにもう少しそのチャンプルーというか独特の小ざらしさというのをもっと色濃くしていってもいいのかなっていう、なんかどこの市町村とも変わらないというか一緒くたんな感じというか、なんかすごくアジクーターな街でなんか攻めてるなみたいな、ちょっと何でしょう、面白いのが好きっていうか、本当にここにしかないお店がいっぱいあって、でそこからまた店舗増えていったりとかっていうのがあったんですけど、そういうなんか楽しい、楽しいっていうか、ね、面白いことを攻めてやってる街みたいな感じがすごくいいなと思いました、うん、そういうのがまた、うん、取り戻したいですね。そうですね。その第一歩としてその先ほど話したそのアトロンプロダクトの店舗を小沢で構えて、ここに来ないとアトロンの商品は買えないみたいな、ちょっとそういうブランディングというかもしていきたいなっていうのもありますね、うん。でやっぱり今沖縄のコザから発信してるんですけど、やっぱり海外とか行ってみたいなっていうのがあります。海外にも発信していきたいなっていうのがすごくありますね。海外ってどこ見てるのっていうことと、うん、じゃあ海外の持ってきたければその海外のマーケットがコザやあるいは沖縄をどう見てるのかっていう目線って大事だと思うかな、うんうん、手前味噌すぎることが多くて、うん、例えば僕ら石垣島をねプロモーションしに行った時に、うん、香港に行ったらさ、うんうん、あんじゃ近いんだよ、近いのに、うん、え、ここに人住んでんですかって言われた。へー、これ岩ですよねってみたいな話なんだよ、うん、知ってて当たり前と思ってこう売り込もうとするわけじゃない、うん、知らねえんだよ相手は。そうですね。僕らがマーケティングをやった時に思いっきり指摘されたのがね、その沖縄に来ても欲しいのがないっていうわけ、うん、で金持ちが買い物にしに行きたいって沖縄に来てポケットに100万円入れてますよ、うん、で何が欲しいですかってアンケート取ったら何て言ったと思う？炊飯器普通のものですか？青森なんか
青森。なんか砂とかかなと思います。砂買うの。答えは1位が夕張メロン、2位がタラバガニ。じゃあ根本的に。3位が福岡のあまおう。4位が、松阪牛。で神戸牛に。沖縄で？沖縄で。で7位はマンゴーのね、これは太陽の雫、宮崎のマンゴー。全部違いますね。でもそれって僕らの感覚であって、その彼らのマーケットは日本を見てるんだよ。だから彼らに言われたことが、じゃあ皆さんは中国に行ったら何買いますか、パンダでしょって。どっか地方のお土産、民族のお土産品を買いますかって。買って持って帰って喜んでもらえるものはみんなが欲しいものなんです。プロダクトアウトじゃなくて、マーケットイン。じゃあ我々がどう見られてるのいうところから始めなければ何も生まれないなっていう気がしたのよね。で口先でアジアだとか世界だっていう人っていっぱいいるけど、じゃあ世界の人と対話してるかっていうと、悪い商品って世の中出回ってないわけだから、みんなそのプライスとそのクオリティはそんなアンマッチな商品ってないのね。でその中でじゃあ彼らの価値って何っていうと、やっぱり日本のトレンドが引いてはアジアのトレンドになっていくわけ。その流れをぜひアトロンさんにも気づいていただいて、まず評価されるべきものはまず日本で一番になること。そこがアジアのマーケットを切り開いていく上で一番大事なんじゃないかなって僕は思いますね。アートを通した地域ブランディングということなんですけども、で本気で考えてるからやっぱ感動を生むんだよな。そうなんですね。で座して論じるより動くで、行動に移して今多くの方々巻き込んでるわけでしょ、そのね、あの威力ってやっぱアートの持つ世界観なのかなって思うし、そのアトロンの皆さんの情熱なんだろうな。うーん、アートで人々を、まあ、幸福幸せな気持ちにさせたりだとか、まあ、地域を活性化させたりっていうことを知れて、なんか今後もどういうふうに活動していくのかがやっぱめっちゃ気になったし、この海外に発信だとかっていうこともどういうふうにしていくのかっていうことがもうとても気になりましたね。うん、結論から言うとコザに行きたくなったでしょ。行きたくなりました。買います。コザピドゥ見ながらね、行きましょう、はい、みんなでコザの街を応援していきましょう。はい、4月上旬、壁画が完成した。ファンタジーとかメルヘンとかそういう感じで、ちょっと不思議の国のアリス的な感じですね。ここに小学生が来た時になんか不思議な気持ちになるような感じで、絵は完成してもなんか未完成だと思うんですよ。これを実際小学生が入っていろいろ想像することで絵自体が完成するかなっていうふうに思ってます。What's next on Zeronani ATV? 創作琉球舞踊集団ユイバナ。Traditional versus Modern。 舞踊を愛する沖縄の若者たちの思いに迫りました。乞うご期待。